突然ですが問題です。映画、ビッグトラブルでのワンシーンです。流れてくる英語を聞き取ってください。Day day 聞き取れたでしょうか本日の英熟語、Go Along が用いられています。もう一度、聞いてみましょう。集中してよく聞いてください。 いかがだったでしょうか動画の最後にもう一度同じ問題を出題し答えを発表します。このワンシーンの英会話で用いられている語彙はこの動画内で紹介する様々な例文の中にも入れています。今聞き取れなくても動画のトレーニングを丁寧にこなせば最後には自然と聞き取れるようになる可能性が高くなります。ぜひ動画を最後まで見て英語を聞き取る感覚を味わってください。 本日の英熟語は他の映画にも品質します。確認してみましょう。が実際の英会話の中で品質することがわかると思います。それもそのはず。 これには学術的な裏付けもあります。最も頻繁に用いられるアメリカ英語口語表現、コーパス分析とそれが示唆するものという論文があります。これは、オクラホマシティ大学の言語学者、ディリン・リュウ博士による研究です。論文の内容は、そのタイトルからもわかる通り、統計データに基づき、アメリカ英語で最も頻繁に用いられる熟語を調査したものです。この論文では、 最品質の英熟語として約300フレーズがリスト化されています。Go Along が、それらの熟語のうちの一つです。このように Go Along は、言語学者も認めるほどに超品質の英熟語なのです。ぜひ、この超品質の英熟語をマスターしてください。早速 Go Along の解説、トレーニングに入りましょう。この動画のコンセプト 構成については概要欄に詳細があります。このチャンネルを初めて見る方はぜひ参考にしてください。本日の英熟語の意味、用法について解説します。go along には主に以下の4つの意味があります。人についていく人と同行する。物事が進行する日々をやり過ごす。 計画などに賛成する、協力する。ルールなどに従う。先ほど流した4本の映画のワンシーンでも熟語の意味を確認することができます。ご覧ください。 映画でのワンシーンは喋るのが少し早く感じたかもしれませんね。改めてスクリプトを確認しながら聞いてみましょう。読み上げる文章はそのままで、聞き取りやすい新しい音声を用意いたしました。音声と一緒に読み上げると、より効果的です。ただ一緒に行って、手を握ってほしいだけなのか。 私のプランはただやりながら考えていくだけなんだ plan, 彼はその計画に協力したくなかったんだろう。 彼はデリケートな状態にあるのだから、私たち全員がこれに従う必要がある。いかがだったでしょうか。マスターするにはまだまだ足りないので、他にオリジナルの例文も用意いたしました。オリジナル例文は合計で4文あります。早くて理解するのが難しい場合は、一時停止してください。まずは、言葉の意味を把握することが大事でしょう。 各例文が2回続けて英語で流れます。真似して発音してみましょう。Day after day. He would go along with his brother to the baseball practice.Day after day. He would go along with his brother to the baseball practice. 毎日、毎日、兄と一緒に野球の練習に行った問題が起こるまでは、プロジェクトは順調に進んでいるように見えた。 Suddenly, he decided not to go along with the plan. Suddenly, he decided not to go along with the plan. kimemashita. When a bomb drops, you need to go along with emergency procedures. 爆弾が落ちたときは緊急手順に従う必要がありますこれで前半のパートは終わりです休憩を挟んで次からがいよいよ本番の徹底トレーニングになります <noise> 徹定トレーニングはこれまで学んだ8の例文を用いながら英語を日本語に翻訳する英日翻訳日本語を英語に翻訳する瞬間英作文の順番で進みます負荷の高いトレーニングですがそれだけに効果抜群です何度も挑戦すれば必ずマスターすることができます諦めずに頑張りましょうステップ1では 今まで学んできた文章が英語でスクリプト付きで流れます英文が流れた後にすぐに日本語に翻訳してくださいでは始めますただ一緒に行って手を握ってほしいだけなのか My plan is just to figure it out as I go along. 私のプランはただやりながら考えていくだけなんだ。He not want to go along with the plan plan 彼はその計画に協力したくなかったんだろう。彼はデリケートな状態にあるのだから、私たち全員がこれに従う必要がある。 Day after day, he would go along with his brother to the baseball practice. 毎日毎日、兄と一緒に野球の練習に行った。The project seemed to go along smoothly until a problem arose. 問題が起こるまではプロジェクトは順調に進んでいるように見えた Suddenly, 突然彼は計画に同調しないことに決めました

今まで学んできた例文の日本語訳が読み上げられるので、それを即座に英語に翻訳しましょう。英語で話すのに慣れていないととても難しく感じるかもしれません。一つの英語表現を完璧にするための土台作りはそう簡単ではありませんが、繰り返しているうちに面白いくらい楽に瞬間英作文ができるときがやってきます。最後の仕上げの部分ですから、あと一息粘り強く頑張りましょう。では、始めます。

彼はその計画に協力したくなかったんだろう。 彼はデリケートな状態にあるのだから、私たち全員がこれに従う必要がある。We all need to go along with this because he's in a delicate state. 毎日毎日兄と一緒に野球の練習に行った問題が起こるまではプロジェクトは順調に進んでいるように見えた。 The project seemed to go along smoothly until a problem arose. 突然、彼は計画に同調しないことに決めました。Suddenly, he decided not to go along with the plan. 爆弾がが落ちたた。は、緊急手順に従う必要があります。お疲れ様でした徹底トレーニング終了です。 負荷のかかるトレーニングでしたから、その分英語力もアップしたはずです。では、最後に動画の冒頭で出題した問題の答えを確認したいと思います。まずは、最初と同様に英語を聞き取ってください。では、字幕付きの答えを流します。 答えのスクリプトと聞き取りやすいオリジナルの音声を独自に用意いたしましたご確認ください。私たちは皆、毎日を過ごしていると、突然、人生に爆弾が落ちてくることがある。 いかがだったでしょうか本日のトレーニングを通して聞き取れるようになった方もいらっしゃるかもしれません。聞き取れなかった方も何度も復習をすることで耳が訓練されるはずです。聞き取れるまで挑戦してみましょう。本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。